はい、それでは、えー、正方行列と正則行列について説明をします、えー、正方行列と行列のべき乗ということで、えー、N×M 行列というのをやったわけですがあー N と M が等しい場合ですね一応、えー、今 M×M 行列としておきますが、えー、これを、まあ、M 次正方行列というふうに言います、まあ、正方形の形をしているので、えー、正方行列と。 でえーまあ、もし仮に AB が正方行列だとするとお、同じサイズの正方行列だとすると、えーまあ、まず A の N 乗ですね。A に関して言えば A の N 乗が定義できるっていうのは言えます。それからもう一つはあ、AB と BA、A と B が同じサイズの正方行列であれば、AB も計算できますし、BA も計算できます。積が定義されています。ただし、一般にはですね、この2つのものは等しくないと。 AB っていうのと BA っていうのは等しくない。これは非可観性と言いますけれども逆に等しいことを可観と言いますけれども一般には非可観であるということですね。交換ができないということになります。で A のべき乗の方ですが A のべき乗というのは要するに A の二乗っていうのは AA ですね。a かける a のことを A の二乗と書きましょうと。まあ、数のべき乗と同じようにこういうふうに書きましょうと。 A の2乗と A をかけたものを A の3乗と書くんですがこれ A と A の2乗かけたものと一緒なわけですね。A の2乗 A っていうのは AAA ですけども結合法則がありますから後ろ側の方にの AA、A、をかけてもですね一緒なわけでしたがって A の3乗っていうのはどっちを先にやっても一緒になるので決まるわけですね。 ということでこの結合法則のおかげで a の n 乗っていうのがこういうふうに機能的に定義できます。まあ、n が1の場合は a の1乗は a とすると a の n 乗っていうのが n が自然数に対して全て定まるということになります。例としてこういう形の行列を考えるとこれはあの実はですね後でやりますけれども まあ対角成分っていうんですがこの1とか2ですねこれはそのまま n 乗すればよろしいとあります。あるいは1101の n 乗っていうのはですねえこれは 1n01 であることがまあ分かりますまあこれは2乗3乗していくとこういう形になるというのはすぐ予想ができてえまあ機能法でえ証明できますのでまあ興味のある人は自分でちょっとやってみてください で非可観性の方なんですが、例えば簡単な行列で1101と1011ですね。これをまあ順序を変えて計算してみると、結果が違うということで、非可観性、可観でないということはまあ一般に言えると。もちろん可観な場合もあるんですけれども、一般に可観ではないということですね。